こんにちは。口の色がないですね。こんにちは。お昼です。ミキヤくん、かわいいギフトありがとうございます。おはよう。山が見た。お、早い。嬉しい。ヤンマガウェブ公開されましたが、皆さん見てくれましたか？ヤンマガ見てる。お、なので、こんにちは。そう、ヤンマガウェブさん、リンク貼ったのでぜひ飛んでください。ショールームからも、ショールームのプロフィールからリンク貼ったので、無料の分もあります。わわわわ、リカちゃんが、リカちゃん熱が今熱い。いいじゃん、いいことだ。そう、リンク貼ったので、さっきパッと。ターさん、ありがとう、ギフトありがとうございます。ひとまず無料部は見ました。お、嬉しい。そう、無料分のなんか PV 数、アクセス数も大事なので、たくさんアクセスしてください皆さん。ケンジさん、尊い、ありがとうございます。無料分のアクセス数なので、いっぱい見てください。足の親指が大きい。そんなとこ見てるの？確かに。え、でもみんなそんなもんなんじゃないの？足の親指は大きいです。素晴らしいものを見せていただきました。映ってたっけ、太ももそんな。有料の分も見てくれました？次はそこを見てみよう。そう、アクセス数も順位に反映されるんですよ、無料の。しかも一人が何回か見てもアクセス数増えるので、たくさん見てください。暗記するぐらい。その足の親指が大きいんだねって、すごく課金しました。ああ、嬉しい。嬉しい。でもそんな露出はなかったですよ。でも部屋着の方はめっちゃ短パンなので、外の方は二の腕、二の腕です。
有料の2ページ目と4ページ目がお気に入り。なんだろう、2ページ目と4ページ目課金してくる。そう、500円、ね、なかなかないからぜひ見てください。無料の分もぜひ。大きい、みんなそんなもんじゃないの。初めて言われたけど確かに親指大きいですよ。隣の指の2倍ぐらいありますもん。でもそれが普通なんかと思うけど、なんか怒って。私のおすすめは何ページだろう、なんか黄色いカバンを頭に乗せてアップのやつと、あと乗り物の中での写真、上と下に1ページで上と下に写ってるやつ、乗り物の中の写真。アヒルボートだっけの中の写真と黄色いカバンを持ってるやつ、親指にしか、ね、嘘、私でも何もしてないよ親指。あ、そう、スワンボートの中に乗ってるやつお気に入り、めっちゃ可愛い。ありがとうございます。有料のシャツをバンザイしてるやつが好き。わかるわかるよ。笑顔が素敵なやつ、笑顔素敵だったっけ、なんか上と下になってるやつ、スワンボートのあの続きを見るで出てくる笑顔が素敵なやつじゃなくて、スワンボートの中のなんか上と下になってるやつがあった気がする。なんかね、ケンジさんかわいい、ありがとうございます。有料分の表紙になってる笑顔が素敵なやつじゃない。そう、なんか上と下になってるやつ、こんにちは。メイクをします。こんにちは、山が見たよって、ありがとうございます。意外と水色も映えるねって。そうですね、私はでもブルベなので水色も似合うんですよ、肌の色的に。多分あれ考えてくださって用意してくださってるので、衣装の色。こんにちは。逆にね、黄色とかが似合わんのですよ多分。一押しの写真何枚目ですか。何枚目だったっけな。私はあの黄色いカバンを頭に乗せてるやつが好きなんですよ、自分の中では。とあとスワンボートの上と下にあるやつ、撮影の雰囲気はなんか
めっちゃわちゃわちゃ、なんかプライベートであのゲームセンターにあるさ、えいってさ回るやつを4人ぐらいでする、回るやつを相手の穴に入れたらアウトみたいなゲームをプライベートで撮影以外でそのスタッフさんとカメラマンさんとこれやろうよって休み時間に遊ぶぐらいなんかわちゃわちゃしてた。有料のあぐら書いてるやつも好き。え、それ好きって言ってる方はめっちゃメールの返信で。寝転がって青いシャツかけてるカットが好き。おう、それ好きっていう人初めてだ。エアホッケーか。そう、スワンボートのところにエアホッケーがあって、なんか電波悪くて開けん。頭が侵食された。私の写真を見すぎて。写真とか、そう、一回ねちょっとコメント流れただけで、そのあ無視したんだってなったらさ、それはなんか読みづらいじゃん。やばい、メイクしなきゃ。あれだ、ログインしなきゃいけないのか。見れないや、こっちで。発表の順番は知らないけど、でも一緒に撮った子が出てたからそろそろかなって思って。まあそのコメントをスルーした理由は、お気に入りの写真をツイートしたよって載せてたけど、ツイートしたらダメなんですよ、これスクショして。だからスルーしたんです。親指が見つかりません。多分親指はね無料のやつ。そう、一応ダメだからスルーしたの。なんかお金払ってるやつは、なんか右下にさ、なんか無断転載禁止みたいな。いや親指普通ですよ、だって普通ですよ絶対。多分角度とかなんか指曲がってたじゃん、階段に座ってるやつでしょ。角度とかで多分そう見えてるんですよ。なんかね親指、足の親指がでかいらしいです。あ、課金してきた、やったー。他の指が小さい。やだ、足の親指姫とか。え、でも多分角度とかですよ、潰れてるとか親指だけ。実際見たら別に。
拡大したってこと？やだ、今は見せない。絶対やだ。足の指なんか見せないよ。そうだよ、足の指見る機会なんかないから、ぜひ見せてください。ヤンマガさんで。アクセス数がね大事だから、たくさん見てください。たくさんたくさん。そんなん聞いたら全てのグラビアで親指気になっちゃうね。確かに人の親指見たことないな。そう、何回も見てください。無料のやつの PV 数、アクセス数だから、めっちゃ見て。もう暗記するぐらい。あ、何ページはこれね。喉が。写真は自分で選べてないです。30回見てる。最高です。それはね、 PV 数ってなんかでも一人なんか同じ端末で見た回数とかも反映されるらしい。そうだから、たくさんもアクセスしてください。アクセス、アクセス数だから一回落とさんといかんのかな、うん、その URL をタップして。親指見て一回閉じて久しぶり。そう、多分リンクから飛んだ回数とかリンクアクセス数みたいな。そう、それだったらさ無料でできるじゃん、みんな。そうで、上位の方がヤンマガ選抜ってやつになれて、またそのヤンマガさんに呼んでいただけるっていう。自分で自分を見るのは照れくさいですかって。でもさすがにもうそんなことはないですね。4年目なので。でも私もそのみんなと同じタイミングで写真を見るから、どんな写真があるんだろう。そう思いながら初めの1回を見ました。あ、俺この時のだ。ヤンマが可愛かった。ありがとうございます。なんか前髪が変、今日。あ、そう、桜の季節。そうそうそう、桜とは撮ってないね。この時のあると思った。でも全部あったよ、さすがに。そう、室内で1時間ぐらい撮ったのと、屋外でさ1時間ぐらい、40分ぐらいで、あの枚数だから、全部のシチュエーションあったけど、全部ありましたね、ちゃんと。寒かった。あ、寒かった。どうだろう、3月です。寒かったかも。あ、寒かった。寒かったですわ。
桜の咲いてる時期3月ですね確か。撮影場所は東京です。東京。明日は何県にいますか。明日広島県にいますけど。ね、寒かった寒かった。ノースリーブでスワンボート乗ったからね。でも私寒さには強いんですよ。暑がりなんで寒いのは我慢できるので。そう、でもスワンボート寒いから短めにって感じで全然遠くまで漕いでない。もうスタート地点でちょっとぐるぐるしただけ。遠くまで行ってもなんか料金とか変わんないじゃん。だからせっかくだからさ、だけど本当に入り口で一回転したぐらい。撮った写真をすぐ上げないのはセキュリティ上の問題？撮った写真をすぐ上げる。でも結構すぐ上げてるよ。何々なうとは上げないけど。撮影した日は寒かったです。親指のオフショットあるかな。あったかな。そんな言われたら気になるね親指。ちょっと親指の確認しよう。ウドムさん、かわいいギフトありがとうございます。あ、こちら見えない。親指、で普通ですよ。だって普通の人の足って親指がでかいじゃん絶対。でも私はね、そのヤンマガさんの撮影とかはほぼすっぴんみたいな、めっちゃ薄メイクなんですよ。めっちゃ薄メイクじゃないですか今日のツイートの写真とか。ほぼすっぴんで、すっぴんだったんですけど、私はね、日によって涙袋がある日とない日があるんですよ。なんか多分むくみの問題とか。むくんでるか、なんか塩分が多いか。まあ今日とかはあんまない方なんですけど。そう、涙袋がある日とない日があるんですけど、まあそのヤンマガさんの撮影の日は
めっちゃあった。そう、日によって違うんですよね。でも泣いたら目がむくむとかあるじゃん、なんか塩分が多かったりしたら二重も変わるしね。今日はないですね。そう、なんか日によって変わる、二重もね。涙袋はメイクで作れる。そう、ある日だったんですよ。そう、たまたまね。だからすっぴん。撮影の時は寒かったですよ。3月ですから。そう、二重の調子もまあまあ良かった。たまに右目と左目がなんか違ったりするんですよ、どれぐらい寝たかとかによって。だから目のコンディションあるんですけど、目のコンディションもまあまあ良かった。マツパも行ってたし、まつげとかも見てください。笑顔の白い母娘って素敵でした。はーい。服はね、選んでくださってた、もともと。けど2枚目の外の服は何着か候補があって、何着か試着してノースリーブになった。本来レストランの予定だったスワンボートデート、うぬ様、うぬ様まつげめっちゃ強いよね、かわいい、まつげバッチリ。衣装協力、うん、そう、スワンボードデートです。あそこは普通に一般の方も入れる。名前知らないんだよね。どこだろう。でも東京だった。東京。黄色いカバンは何も入らないですね。あれなんていうところだろう。さっきコメントにあったけど、合ってるのかな。あ、特定済み。え、でも東京付近ですよ。泊まったのが東京だったから、多分東京らへん。離れたとしても1時間ぐらい。そう、足でこぐペダル。こんにちは。まあね、近い方はね、ぜひ行ける。でも桜が咲いてる日に行ったらめっちゃ綺麗って思った。お花見スポットです、絶対あそこ。お花見スポット、アイス食べれるし、桜がめっちゃ満開で、両端に、両脇か、両脇に桜が満開で、桜との写真あるんだよね。後でメールで送ろう。撮影では撮ってないけど、休み時間に撮った。休み時間に撮影では桜のショットはない。私は6月ぐらい公開だったから、まあだいたい6月ぐらいかなって見えてたので桜はないですが、
プラでは撮ってないけど。神奈川？そうなんだ、神奈川に行ったんだっけ。あ、そうなんだ、なんて読むか分かんないや。でも多分そうだね、みんなそこって言ってるから多分そこなんだ。桜は綺麗だったけど。恵比寿のサービスエリア分かんないね。なんか車に乗ってるだけだからどこになんか連れてってくれてるか分かんないんだよね。目隠しだって分からんじゃん、土地勘のないところでさ、車移動だからさ、次はどこどこに行きますみたいな言われてないんですよ。まあ言われてても湖行くよぐらいだからさ、次の撮影場所に移動するよとかさ、それぐらいのレベルでしか知らない。サービスエリアも確かに寄ったけど、何サービスエリアか分かんないな。そう、標識見えるっけな、外見えたっけな。たまにあるじゃないですか、カーテン閉まってる車とか。基本それですけど。ティーライダーさん、アジサイありがとうございます。多分見えてないと思うんだよね。キッチン写真の後ろの大きすぎるフォークみたいなのが気になって仕方なくなってきた。え、もう私以外見てるじゃん、私以外見てるじゃんそれ。後で確認するわ、キッチンの写真のフォーク。そうそう、なんかカーテン閉まってたりするんですよ、なんかバスとかも全部見えないように。外からも私のこと見えないようにだし、そう、なんか基本見えない。相模湖？そこだっけ？前髪が薄い。肌がめっちゃ綺麗。そう、肌強いんですよね多分。そう、肌は、そうなんです、肌強めです。あんま荒れないですね、足も。つやつや。え、そう、漢字苦手です、漢字は苦手。いや、今日前髪打ち落ち最悪ですよ、このスカスカ。なんじゃこりゃ。肌が綺麗だからナチュラルメイクが合ってるよ。
そう、でもまあ STU はね基本ナチュラルメイクなので、普段からこんな感じで短時間のナチュラルメイクです。前髪今日は良くないですね、調子が。え、読めない読めない。だからそんな難しめじゃん、それ。しかも特に漢字は苦手なんですよね。なんか減った減った、なんか減ったんだけど、前髪。漢字苦手です。なんでだろうね、漢字ってなんで苦手なんだろう。記憶力が良くないってことよね。初見です、はじめまして。漢字苦手な人は暗記力能力があんまないから、習った漢字を覚えてないってことだよね。漢字むずい。ヤンマガウェブ今見ました、スタイルすごいですねって、ありがとうございます、見てくれて。なんか前髪が少ない。撮影場所ね、でも言われないんだよね、日割りにも書かれてなかったし。東京で撮影みたいなのしか書かれてないからさ、言われてないから覚えるも何もないんだよね。自分で調べないといけない。ここがないんだけど、どうしよう。一回洗ってまた乾かそうかな。一回濡らしてドライヤーしたらね、結構戻ったりする。あ、でもこんなもんか。服はスタイリストさんです。諦めてポニテしましょう。でも前髪いるじゃん、ポニテでも。オールバックにしないと。よし、これで固めようと。デート感がすごかった。お、すごい見てくれてる。外のやつ、緑のワンピース、どっちが好きですか、みんな。外のやつと中のやつ。はい、固めた。もうこれで動きません。あ、外？トータルでは外。
私も外です。私も外なんだけど、有料1枚目が好きなら、あの笑ってるやつめっちゃ、そう、私も外が好きだけどさ、外の服はさ、あの全く露出ないからさ、グラビアを期待してた方からしたらさ、中なんだろうなって思ったけど、ベストの1枚はなんか13枚目でしょ。あれめっちゃ風が強かったんですよ。よく見てください、髪の毛めっちゃ飛んでますから。風が強すぎて一瞬で前髪がバッてなるから、あそこではあんま撮影してない、だから1枚しかないでしょ。なんだろう、ベランダだっけ、開けてなんか前から風がめっちゃ来てるんですよ。あれ中庭のドアを開けて、そう、前からたくさん風が吹いてるやつで、そう、もう風が強すぎて全部髪がすぐ飛んでいくけん、多分1枚しかなかったでしょ。あれは髪の毛に注目です、めっちゃ飛んでるから。だからそれに惹かれたのか、お主は。カメラマンさん初めての方じゃないです。しかもその構成を考えてくださってる方とかは、あの6周年本とかを撮ってくれてる、いつもの。なるほど、もう一回見返しています。いいね、これ、その撮影の裏話を毎回言ったらみんなが毎回アクセス。そう、髪の毛がめっちゃわーってなってるので、13枚目、そう、めっちゃリラックスですよ。だって朝からスタバを、なんかスタバ朝ごはん、楽しかったですよ。しかも撮影の順番を待ってる間は BGM がめっちゃガンガン鳴ってて、そう、そこでね、あのスピーカーを買ったわけです。私はあの、これはその現場で好きな曲流していいよって言われて、そうそう、ずっと好きな音楽とかも流れてて、そうそう、でもまださ、ヤンマが撮影したって言えなかったからさ、現場にあってみたいな、スピーカーがって言ったらさ、あ、そうなんだみたいな、なんか変な方向に捉えたね、おたくさんもいましたけど。何聞いてたのって、あの時は私はなんかユーリさんにハマってたので、ユーリさんをずっと流してた。こんにちは。あと J-POP ランキングとか、いや、あの普通のゆうりさんです。めっちゃ音質が良かったから、わー、スピーカーってめっちゃいいなと思って欲しくなったっていう、けど意外と使ってないな。髪の毛はね、染めれないんですよ。まあでも別にそんな染めたいと思うけど、そのゆうりさん、有名ですよ。なんかスマートスピーカー、なんだろう、
JBL。 しかもこれあのミニライブのスピーカーも JBL だったし、音質めっちゃいいと思って、わ私も家でこの音質で聞きたいと思って買ったんですけど、なんか いちいちさスピーカーにつなげようっていう気が起きなくて全然使ってない。使わなきゃ、買ったのに。低音がそう響くの、ドゥンドゥンってめっちゃいいですよ。音楽好きなので。顔も声も不器用なところも知らない人もそうです。なんかブームがあってハマったらめっちゃ聞くんですよね。今は今ハマってる曲はシーラカンス。ハマったらそれしか聞かないから、そうでめっちゃ聞いて変わる次に。ゆうりさんブームはその時ゆうりさんブームだったの、3月。今よく聞くのはシーラカンスです。カラオケ配信いつしよう、なんか毎月やってるんですけど、今月いつしよっかな。ゆきりは何言ってるのか分からん。ああジェネレーションシーラカンス分からん。日向坂さんの曲です。日向坂さん、そうだよね。日向坂さんです。まつげめっちゃ長い、そう曲名です。あと AKB さんの新曲とかも歌えるようになった。覚えた、ハマったよね。繰り返し聞くから覚えるのはマジ早いです。新曲いつも坂道さんの新曲すぐ歌えるのはめっちゃ聞いてるから、めっちゃ聞いてるんですよ。ミスチルさん？シーラカンス？へえ、どんなの？坂道多いから好き。あ、坂道さんも好き？ AKB さんの新曲も歌えます。いつしようかな、カラオケ配信。来週の土日くらい。え、誕生日にカラオケ？誕生日カラオケの方がいいかな。前髪が薄い。ヤンマがやっと購入できました。やったーね、無料のアクセス数大事なのでみんな見てね。無料のやつたくさん、有料も大事だけど。よし、メイク完了。今日も夜配信するので
また夜に。誕生日は企画考えてないけど、そう、誕生日の日になんかいっぱいカラオケするのか、別日にちゃんとカラオケ配信した方がカラオケはちゃんとできるかなと思うけど、まあ誕生日の日も少しくらい。うどむさん、かわいいギフトありがとうございます。誕生日は何もしなくてもギフト集まるから別の日にしますかって、私がそういうギフトのためにやってるみたいな言い方じゃん。でもちゃんと優しいから月1しかしてないからね。本当にギフトが欲しかったらたくさん週1とかでできるけど、月1しかしてないんですから、なんて優しいお財布に。ヤスルーパンさん、アジサイありがとうございます。月1か月2ぐらいしかないから。そうです、言うとないのにすみません。いや、いいんですよ全然。私カラオケ配信好きなので普通に楽しいじゃないですか。リーダイダーさん、いいねありがとうございます。フォローしました、かわいい、ありがとうございます。そう、誕生日はまたぎ配信する。え、カラオケ配信結構盛り上がるから好きですよ。でもまあ月1ぐらいが、月1ぐらいの珍しさだからっていうのもあるんだろうなと思うけど、あの盛り上がりはそんな頻繁にやられたらね。こんにちは。あぐら組んでる写真がお気に入り。え、それめっちゃ言われる。意外、私的にはなんかそれ微妙だったから。お昼ご飯早く食べてって送られた。そうだよ、だからもう1時半じゃん。食べて食べて。誕生日とはまたぎの時とどっちに投げればいい。またぎの時かな。すごい、またぎと夜両方する前提で聞いてきたな。まあするけど。ってことで壇上読みます。13位、リチャさん。12位、宗弘さん。11位、てっちゃん。10位、正義さん。9位、ルイさん。8位、ダイダイさん。7位、ロボリンさん。6位、理化学研究所さん。5位、アキアンさん。4位、ミキヤくん。3位、ユキさん。2位、ヤスルパンさん。1位、ウドムさん。ありがとうございました。あ、食べてきた？カラオケ好きですよ。まあ歌は上手くないけど、好きな曲を歌ってるから、坂道さんとか。ってことでまた夜、またね、ヤンマがよろしくね、またね。